逃げ恥などに出演し、俳優だけではなく音楽関連など、幅広く活躍する星野源。そんな星野源、37、が8月24日、NHK 総合、朝一、内のコーナー、プレミアムトーク、に出演。自身が主題歌を担当する NHK 連続テレビ小説、半分、青い。の好きなシーンについて語り、話題を呼んでいる。星野が好きなシーン、共感したシーンとして選んだのは、永野芽郁、18、演じる主人公、鈴亜の漫画家時代の一コマ。漫画家としてのキャリアが行き詰まった鈴芽が、親友の優子に、私はこの夏で28だ。でも結婚もしてない。恋人もいない、漫画もどん詰まり。結婚もして子供もいてお金がある優子に何がわかる。私には何もない、と感情を爆発させるシーンだ。放送当初、朝からしんどい、周りが結婚してるしかなり心に来る、と心に突き刺さった視聴者が続出。一方で、28なんて若いしまだやれるだろ。生きる道なんてたくさんあるのを間違いだと言われてるみたい、など反論の声も上がるなど、賛否両論となっていた。いつ見ても泣きそうになる、というほどにこのシーンに共感したという星野。その理由について、こう語っている。好きなものを仕事にしたりとか物を作る仕事をしたりとかしている人たちが、多分みんなが抱えているであろう不安とか恐怖とか怒りとか。全部背負って、永野、芽郁ちゃんが、鈴芽が表現してくれているような感じがした。さらに自身も、好きなものを仕事できたすごく幸せな人間、とした上で、仕事を楽しいと思いつつ、怖さが無限大に溜まっていくというか、と作り手特有の恐怖を抱えていると明かしていた。この発言に対してツイッターを中心に、源さんも同じ気持ちを感じていたことがすごく嬉しくて勇気が出た賛否両論の激しい場面だっただけに救われた。やはり芽郁ちゃんはすごいな。そしておげんさんがこのシーンを好きな理由がまた胸に詰まるわ。と感動の声が上がり、シャープ朝一がトレンド入り。さらに、ホタルの光などで知られる漫画家の日浦悟氏も自身のツイッターで、星野源さんの解説でわかった。スズメは挫折したそばで私たちは仕事にできた側なのになぜこんな心震えるのかと思ったけど、やっぱり作品ができて評価されるまで毎回毎回この回のような状態だからなんだな、と納得の声を上げていた。最終回まで残り約1ヶ月となった本作。今後はどんな、心に突き刺さる、名シーン。名演技が飛び出すのか、目が離せない。